中間車結び中間車結びとは、ロープの中ほどに固定したは作る結び方の一つ。ラインマンズループ、バタフライループ、アルパインバタフライノットなどとも言う。中間車結びは、以下の手順で結ぶ。ロープを二つ折りにして、曲がりの部分を360度をねじって、屈曲部を作る。外側のループを動かし、根元の交点の下をくぐらせる。そのまま内側にのループから外へ出す。 ロープを引っ張って結び目を締める。このほか、ロープを手のひらに巻いて結ぶ方法や指に巻いて結ぶ方法もある。中間車結びは強度が高く輪に大きな負荷がかかってもほどけにくいため信頼性の高い結びと言える。また、水に濡れたりしてもたやすくほどくことができる。そのため、結び目の王と言われるもやい結びに対して結び目の女王と表現されることもある。 三人以上のパーティーで登山する際に安在連するとき、先頭と最後尾の人は模屋い結びや二十八のあざ結びなどで自分の体に結び、残りの人がこの結びを使って自分の体に結びつけることがある。そのことから中間者結びという名前がついた。このほかアウトドアにおいてロープを張って中間者結びで輪を作り小物をぶら下げるのに利用したり一つのロープに たくさんの中間車結びの輪を作って縄橋仕事して活用したりできる。ありがとうございます。